絞りましてね、うまくいってます。ですからね、中にはですね、50代でバリバリやってたサラリーマンで倒れてっていう人が今結構多いんですよ。金はあるのに俺ハワイも一度も行ったことがないと、もう体動かないと、嫌だこのままだと、ハワイ一度見たい、なんとか山を見たいんだっつってね。でもどこも相手しないで、旅行代で。ところがここは、はいよろしいですよって、ところで、ご予算はおいくらですか。いくらでも出す、ハワイの海が見れるならいくらでも出すみたいなね。だけどぼったくらないんですよ。まあ高くて3倍ぐらいです。っていうのは事前に下見に行ったりするんですよ。ちゃんと車椅子が通れるホテルとか飲食とかそういう道があるかどうか全部調べるんですよ。だからそれは当然、ね、3倍ぐらい当たり前ですよね。それでもそういったお客にとってはそれはもう他にやってくれないから、まあ、今マネーがたくさん出てきてますけどね、まあ、そういうふうに絞って面倒くさいやらんでしょ大手入りとかそんなことをですね、そういうことをですねやるべきなんですよ。だから私のこの今日の仕事なんかもこれライブでしょ、1回限りですよ。本とかテレビに出たら大量生産できるでしょ、生の新鮮の、ね、その場だから私はね勝てるんですよ大手エリートに、ね、まあ生でも絶対勝てますけどね。強いやつが来たって相手が零細企業だったら100、200% 負けないやつですね。あんな机に座って偉そうにこうやってるね社長室でこう勝って負けなさいないですよ、こんな、ね、だけどこうやってもうすぐもう終わりかな、おもう終わってます時間はね一応ね、ね、こんな感じであるんですよ。肉体労働なこれは本当で、もう汗かいてますいろいろ。だからね、こういったことはね、大手エリートコンサル系はしないんですよ。手作り面倒くさい系で出来たて作りたて、これが一番なんていうか大量生産できないでしょ、大量販売できないでしょ。だからそういうことをやるんですよ。そういうことということはですね、大きくなれないっていうんです。それでいいんです。大きくなろうとしたらいかんですね、もう時間がもう過ぎてるから言いませんけど、後で見てください。資料の中にも入ってるニンニク卵を作ってるやつがいましたよね、ニンニク卵って言ったらですね、今ヤズヤと健康家族、まあ、両方九州ですよ。100億以上両方ともその商品で上げてます、ね、大量生産大量販売です。そこに勝つにはどうすればいいか。でそいつはですね、もう先週会ったばっかり、そいつ8時間捕まえてなんで成功したかいろいろ聞いてきたんですけど、家でニンニクと卵今でもやってるんですよ。やーってやって、ああめちゃくちゃ臭いんですよ、めちゃくちゃ。だから醤油からもう苦情だらけで、ああもうニンニク焼かたであそこはみたいな感じですね、まあ、今ちょっと工場小さい工場ですよ、4人ぐらいの、それ作って、まあ、ちゃんと環境を良くしたから今は OK なんですけども、今でもやってます。ちゃんと手作りで出来たてです。で大手のところは大量生産は工場でガッてやってガッてやって煮て、でカプセルにバーッて詰めていくんですね。でここはカプセル詰めないんですよ。なぜかカプセルで詰めると飲んでますけどね、飲んでる人いたらね、やずやの悪口仲間だから、まあちょっとねあえて言いにくいけど、カプセルに入ってるってことは1個のうちですね半分はカプセルなんですよ、あれゼラチンなんですよ。本当のニンニクラムは半分なんですよ。こっちはカプセル入れない、煮てその固めた鼻くそみたいなやつですよ、ニンニク玉っていうんですけどね、そのままなんですよ。ただ値段は変わらないけどこっちが倍なんですよ、倍で出来たてでしょ、ええ、でなおかつ金がなかったから親父と大喧嘩して弁当やビデオをやって、親父が倒れて、親父が実は作ってたんですね、肝臓がんかなんかになって、趣味でこれは俺命かけるんだって。で息子は、今の息子はもう大反対してたんですけどね、まあでもなんか知らんけどもうしょうがないみたいな、もういろいろもう大喧嘩ばっかりやってて、憎んでて親父殺したいって言ってたけども、もうしょうがないって言ってその家業手伝いになってでやり始めて、でも金がないからって言ってて、インターネットなんですよ。インターネットで、いかに、まあ、要は手作りやってます、こんなことやってます、もう臭いと言われてます、だけどうちはね同じなんで倍ですとかね、出来たてです、大量生産工場じゃないです、まあなんとかね、メタボなんとかも入ってませんとかですね、こうぐーっとインターネットやって、それはもう必死で自分で覚えて、インターネットはタダですからね、自分でやったら宣伝広告一切ゼロでしょ、ね、あっち通販系はものすごいですよ宣伝代が、こっちゼロです。その代わりニンニク卵黄っていうのはさっきと酢と同じようにですね、メインのお客さんとは55歳以上なんですよ、60代以上なんですよ。っていうことはインターネットあんまりやってないです。だからまだまだこっちは100億以上単品で、でもこっち1億円です今、1億2000万だけどね、大儲けしてますよ。さあ元がニンニクと卵ですからね、そんな原価そんなかかってない、それは作るのが大変なんですけどね。そうやって大手ができない、インターネット上でも同じインターネット上でも戦い方があります。大手エリートっていうのは綺麗なホームページで綺麗なメールマガしか出せません。
それに対してこっちはもういろんなこと書きます。もうすべてニンニクのこんな感じとかですね、ずっとこうやって、それでねやればね勝てるんですよ。勝てる。大市場は取れない。もっとでかくするには実はヤゼみたいに広告宣伝もっとしないといけないんですよ。チラシだアナログだ紙媒体をですね、っていうのは客層が年寄りっていうことはネットしない人が多いから紙をやらないと上が増えないんですよ。そういった悩みはあるけど、まあ、この前みんなで言いました、絶対イメージを大きくするなって、1億でいいじゃないかと。去年やりすぎてちょっと赤字になったんですよ。そんなに変なことする必要ないって。これから老人たちも中高年もどんどんね減ることないから、インターネットやる人はどんどん今増えていってますんでね、この前広告市場でテレビ新聞ラジオインターネットっていう順番だったんですけどね、今ですね、あ雑誌か、今、テレビ、雑誌、テレビ雑誌、次はもうインターネットになりました。ラジオよりもはるかにインターネットの広告市場がもう抜いてるんですよ。で雑誌かなんかまあ分からん、要はインターネットはもう3番目ぐらい来てるんですよ、まだまだこれからですからね、まだまだこれからいきますからね。だからぜひ皆さんもその、まあ、商売によってはネット関係ないっていうのもたくさんあるしあれですけど、可能性はね商売もう何でもそうですけどもうありますんでね、ちょっともう今日はね残念ですね。ちょっとまだ次回年内に呼んでください。なんかねあれですけど、まあ一応また呼んでください。続きしますしですね。で、まあ最後に簡単に言うとですね、人生で成功するにはですね、この夢系かけるですね、まあ今日私が言ってた戦略系かけるですね、まあ私が言うのもおかしいですけど、私はこれが一番できてないけど、まあ努力中、感謝、夢かける戦略かける感謝、この3つがやっぱりいるんです。簡単に言ったらですね、夢目標3の書くことです。まあ、やる気系とかですね、いろいろありますが、自分の人生とか経営のですね、経営計画書、人生計画書、何でもいいからノートの切れ端でもいいから1ページでも何か書いてるっていう人、将来こんなことやりたいっていうのを書いてるっていう人、お意外に今日多いね。普通ね手上がらない、1人ぐらいしか。世間一般もですね、大体ね経営者で実はね残念ですからね 1% もいないんですよ。書いてないです大体。これちゃんと中小企業白書で出てます。まあのんびり生きてその日限りで、まあそれでいいやという人が大体8割です。でもっとやりたいという人が、そう一般にももっとやるんだという人は大体 15% しかいないんですけどね。その中でもちゃんと夢目標を書いてる人はね 1% もいないんですよ。ただ私もそうだし、これ気づいた、これもう有名な成功哲学書とかいろんなやつ、ナポレオンヒルとかマーフィーとか SMI とかその辺のやつの本か講演かテープか聞いたことがあるっていう人、何ですかね、ナポレオンヒル、それは本、テープ買わされてしまった。いや、まだ若い人が勢いでまだ儲かったんで。あ、買った、勢いで、ね、買った、はい、200万、いや、いくら、50万、え、4分の1ぐらいです、50万ぐらい、50万ぐらい、ああ、意外に安いやつですね。意外に安くなったんですね。なるほどね。まあ、そうどうやったら成功するかという成功哲学っていうのがあるんですね。ナポレオンとかマーフィーとか SMI とか、まあいろいろありますし、今本屋っていろいろあります本が、まああれ薄いことしか書いてないですけど、いわゆる夢は叶うっていうやつ、思ったことは叶うんだと、思ったことをちゃんとイメージしてこれはどうしてもやるんだ、やり続けるんだ、一郎みたいにね、将来大学行くんだってね思ったらなったりするんですよ。まあ一郎は特例で、小学校の時では日本一でしたからね、あの人は小リトグリーグで、だからプロ野球になって大リーグ行くっていうのは全然おかしくない夢なんですね。普通の人はね分からない、それが勉強もスポーツも仕事も抜きんでたもんないでしょ、なかなか普通はね分からない。それは夢っていうのはですね、当たり前ですけど他よりもちょっとうまくできることになることが多いんですよ。仕事でもスポーツでも仕事でも何でもそうですけどね。ということは大半の人は平均だから、逆に言うと分からないんですよ。でもなんかね必ずあります。意識して自分の得意分野は何だろうって探していったらですね、必ずあるんですけどね。ただまた探し方がいろいろコツがあります、練習の仕方は。で私